川上義美氏、川上義美氏3月1日から1964年4月6日は、大正、昭和期の日本の実業家。静岡県浜松市浜北区内阿古島出身。1909年東京帝国大学工科大学を、主席で卒業。東京ガスへ入社後、1910年に、住友電線製造所に転職。1914年に、 オーストリア・グラーツにゴム科学の研究のために留学。同年7月に第一次世界大戦が開戦したことからベルリン経由でイギリスに脱出した。1925年から住友電線取締役を務めた。1927年に労働葬儀で経営不振となった日本楽器製造の社長に就任。労働葬儀を解決し経営の合理化や 音響実験室を設けるなど、近代的な生産方法を推進し、日本楽器製造の経営を立て直した。このほか利権電化工業、小糸車両工業の取締役も務めた。1946年8月21日、貴族院直選議員。1947年4月20日に実施された第1回参議院、議員通常選挙に、 静岡県選挙区から出馬し当選。1950年に日本楽器製造社長を長男の川上玄一に譲り、会長に就任。1964年4月6日79歳にて死去。没後、君三等局実中受賞を受賞。退職金と葬儀の講伝は浜松市に寄付され、浜松市育英事業基金として育英事業に生かされている。 海外や書、和歌に通じた趣味人でもあった。特に人物が顔を描くことが多く、骨葬学の研究もしていたという、浜松市名誉市民。夫人は、歌手が当時組合構想真った中での山ハ社長への就任を陰で支えた恩人である浜松市、常武町長の豪農、小栗木一郎の次女。 長男は、第四代、第六代ヤマハ社長の川上下一。次男は、東方アドセンター社長の川上隆二。孫はヤマハ第七代社長の川上博。二。竜二の妻は、内務官僚、有吉忠和の御女なので、元日本優先社長の有吉吉や、政治家の山崎和夫、元建設事務次官の柴田達夫、元日本電信電話公社総裁の米沢茂は、 竜二の帰京にあたる。ありがとうございます。